皆さんこんにちは、どうもゴッピーです。さあ今回ですね、ちょっといつもとは違う一風変わった動画の方をね撮影しております。さあ今回ですね、ゴッピーの商品紹介ということでですね、今日10月7日12時よりパズドラ運営さんからとんでもない商品が発売されましたんで、そちらの商品の方をですね、私ゴッピーが実際に購入しましてですね、その感想を皆さんにお届けするというね、そういった内容となっております。はい、感想を述べるというかね、買う前からもう僕の口から出てくる感想なんてもうほぼ決まってるんですよ。買えというわけでですね、今回そんなね運営さんからどんな商品がね発売されたのか、ちょっとその中身をね見ていきましょう。というわけでね、こちらでございますよ。魔法石100個プラス大感謝祭セット10月発売ということでね、はい、販売でした。さあ10月7日から31日のね23時59分魔法石ショップで魔法石100個プラス大感謝祭セット10月を販売ということで5000円です。そして商品の内容がこちらです。魔法石100個大感謝祭セットガチャ10連イベントメダル ×10で、おまけとして10周年記念玉ドラ ×10 ということで、玉ドラ10体おまけっていうのがちょっとよくわかりませんけど、ご覧のね4つのねラインナップとなっております。これが5000円です。意味がわかりません。皆さん5000円って何か知ってます？樋口一葉です。ごめんなさい。5000円で何ができるかと言いますと、魔法石が85個買えるんですね、普段は。でも今回のこの商品はそれより15個多い魔法石100個、さらにガチャが10連引けて黒メダル10個に10周年記念玉ドラ ×10 です。これはねとんでもないです。特にやっぱ無課金税の人はねもう関係ないと思うんですけど、課金してる人、特に美課金税の人、パズドラにはめったに課金しないけどたまにねぶっ込む人、そういう人にはぜひ買ってほしい、そういう内容になっております。はい、なっておりますんです。はい、ちょっとセットガチャ一旦置いといて、魔法石100個にでね、イベントメダル黒 ×10、 もうこれは最近ね二次メダルに交換できるようになったんで、もうこれは普通にうまいです。でさらにね、もうおまけになってますけど、全然おまけじゃなくて普通に商品のね一部だと思ってるんですけど、10周年記念玉ドラ ×10、 これもやばいです。だってこれ1体売ると10万モンポもらえるんですよ。わかります？それが10体ってことは100万です。ということは芝ドラ1体も持ってない皆さん、これを買うだけで芝ドラ3体ゲットできます。もうねモンパ集めのねダンジョン周回、あんなめんどくさくてやってられませんよね。これを購入すれば全て解決、しかも5000円で、さらに魔法石100個にガチャ10回にイベントメダル ×10 です。買う以外ないでしょ。でこれセットガチャはねこんなラインナップになってるんですよ。もうちょっとキャラ多すぎてね、さすがに1点狙いとかいうバカげたことはできませんけど、もうこんなにいっぱい出るんですね。でこれちなみにね、確かねパーセンテージも見れたはずなんだよ。どこだったっけな、こっちかな、この画面からねラインナップ行くと確か、ほらほらこんな感じ、こんな感じで見れるんですよ。ちょっとこれ計算はちょっとできません。皆さんで計算してください。でもさ、なんかこれ結構高くない？フェス現実高そうじゃない？なんかスーパーゴッド S と同じぐらいありそうな気がするんだよね。だとしたらさ、もうこれだって実質魔法石100個でしょ、これ10回引けるんだったら。ただ紙シリーズも出るんでね、ちょっとそこは気をつけてもらいたいんですけど、ちょっともうこれね、もう商品紹介うざいよね。というわけでもう早速ねこれ買っていきたいと思います。久しぶりだこの音聞くの。久しぶりだ。俺さ、前回課金したの今年の年末年始というか正月かな、正月にねなんか新春セットみたいなのが確かあったじゃないですか。確かそれってね8000円かなんかで魔法石100個にスーパーゴッド S が10回引けるみたいな、そんな内容だった気がするんですよ。ただ今回5000円でこのラインナップよ、やばいでしょさすがに。いや、やっぱこの久々にやるこの課金ね、やっぱこれほど気持ちいいもんはありませんわ。もうこれはね無課金税の人にも廃課金税の人にもわからないこの感覚ね。これですよやっぱり。さあというわけでこれでね黒メダル10個で10周年記念玉ドラ10個でさらにこれです。はい、
まあ最後はねこのガチャ引いてねもう終わろうと思います。もうね僕の感想はただ一つ、もう本当に買ってくださいね。ちょっとでもねやっぱ課金しようと思ってる人は絶対買ってください。これはこんなのないよ。まあ、ただちょっとこれ気をつけないといけないのがさ、これ10月だけじゃないよね、絶対11月12月にもあるんですよ。まあ、だからちょっとそのね3ヶ月分全部はやるつもりはないっていう人、このねセットは10月31日までね販売されてますんでね。まあその11月の情報が多分10月中にはねさすがに出ると思うんでね、ちょっとそれ見てから決めてもいいかもしれませんね。ごめんなさい、はい、もう早く回そうね。はい、行きます。いやーちょっとこれはね初ゲットもろもろなんか来てくださいまし。はい、行きます。さあこれ全部ダイヤだよね。いやーこれやばい、止まろっか。来た。はい。これ勝ちです。この時点で勝ちないんだよね。さあ何が来るの？ああなるほどね。あそっか、お前持ってなかったねそういえば。おびっくりした。お前急に消えたかと思った。おいっす。カマリか。え？エスカマリ引いたんだけど。あもういいわ。うん、正直ちょっとこのガチャ全体の感想で言うと、まあちょっとあんましうまくはないかな。うん、まあでもどうだろう、フェス現率5トスと同じくらいかこれでも。うん、まあでもまあ正直ちょっとまあ期待外れなところはあるけど、もうエスカマリが出たんでもうこれ完全に勝ちです。はい、ありがとうございました。ねこれマジでうまいわ。まあガチャはね、うん、なんか玉ドラがさおまけになってるけど、正直僕からしたらガチャの方がおまけみたいな感じになってますけど、これ絶対買いましょう皆さん。はい、もうそんだけです。以上。